はい、どうもリッチです。さあ今回はワールドボックス新しいアップデート内容を見ていきましょう。さあバージョン 0.14.1 ですね。ついに来ました。まあ、結構ね前から情報は出ていましたが、新要素を見ていきます。このガンマ放射線、オメガ放射線、デルタ放射線ですね、その他の力に吹いてるんですけど、これ設定したね特性、あ、モッドは有効なものなんだね、これねモッドのパワーもありますけど、まあ、こうやってねアンロックした特性をこうやって選んでね、まあ、巨体とじゃあ有給の寿命を選んでみると。で今までだとこうね一人を選んでこっから特性付与してました。ですがこれによってですね、あ、こっちが設定だね。で上の方でちょっとどうしよう、 ここでねこうつけるとほら全体に特性をつけることができると。で悪い特性を選んでつける、あ、まあカテゴリーとに分かれてるのか、ちょっとね。でも、どうだろう。別に同じじゃない数、122同士な気はするけどね。外すとかでもないのかな。ちょっと同じにしてみる。外れるわけではないようですね。なんか設定しといて、なんか自分でつけとくみたいな感じかな。こうね、実際どうなっていくかわかんないですけど、まあ、この下の元々ある特性も全部同じなんでね、分けて使うのかなと思いますけど、まあ、こうやって3パターン選んでやれるのかな。で、ちょっとアイコン変わりましたね。なんか一覧表記するようなものは赤アイコンなのかな。あとこれです。カニ型爆弾。ちょっとこれは切りますか。で、カニ型爆弾は、このクラブジラね。これ。これの系統でしょ？これ無音で暴れるから怖いよね。こいつはこいつで。ドーンと。爆発しますけど。ちょっとじゃあ置いてみますか。何が起きんのこれ。おー、あ、カニが跳ねて爆発するのね。無音なのかな？ちょっとまあ普通のこれ隕石とかね。こうやって落としますね。ボーリングはしないかな。まあ、跳ねる音はしますけど。これは何にもしないですかね。ゴバーってやると、この都市をカニが襲って、わーってな。ダメージ低いんじゃない？なんか死んではないですね。ファーティーの時間と。燃え広がったりするくらいなのかな。ジョソにも作ります一回。であとはね、ちょっと発展しないと分かんないんですけど、こうね都市にあって倉庫あるんですが、なんか伝説の武器はハイライトされるっていうのが増えたようで、ちょっとそれはね後で見ますけど、もう一つねハイライト違いで言うと、なんかゾンビになった時に、ゾンビになる時かな、その感染した時にエフェクトがあるらしいと。普通かな。ゾンビでかくない？一応変わったらしいですけど、なんかあるかな、変化が分かりやすいんですかね。まあ、ゾンビ能力変わったこととかじゃなくて、何かね追加でエフェクトかなが変わったらしいです。あんまり違い分かんないですけど。さあ次は変更点見ていこうと思うんですが、それまでねこう都市を取り合って同士とか戦うんですけど、その結果として、まあ、残った軍隊がね、その使えたりするんですけど、まあ、そうではなくて、なんか、軍隊が解散するみたいですね。こう、拠点が落ちた時に、残っていた軍隊が完全に解散されるようで、見てればわかりそうですけど、でも軍隊がそもそもいないかな？まあ、ちょっとレアケースかもしれないですけどね。まあ、今日戦い終えてから取り合ったりするんで、なかなかないでしょうけど、
でも取っていくと、どれがその軍隊だろう。もういないかな。まあ、一応ここにいますけどね。消えたというかやられた気はしますけど。まあ、軍隊の再利用ができないって感じなのかな。他も軍隊いないですね。これですこれ。でも先に壊滅しちゃってますね。で取られるんで、あんまりまあ関係ないのかな。まあ、同士特艦だと拠点化で取り合うんで、その際に、この軍隊の維持がされないっていう、ちょっとした更新変更点ですね。あとはもうさっき言ってた伝説の武器見てみるか。まあ、ないっすね。まあ、ある前提話だけどね。あ、これだこれ。赤色でちょっと枠つけられてるのは伝説の武器ですね。なんか上見えないですけど。これ伝説の武器って感じで。これでまあわかりやすくなってますね。あ、これもそうだね。伝説の武器をこうストックできてると。装備してる場合もわかんのかな。あ、そうだね。装備品の中でも伝説の武器があって、ハイライトされてるんで、まあ、どんだけ持ててるのかなっていうのは分かってますね。分かるようになってます。あとはね、なんか寿命を無限にしたときに、なんかね、悪に染まるらしいですね。それ何なのか分からないですけど、ちょっと戦いやめよう。停戦です。戦争おしまいです。じゃあこれからフロー王を作りますか、じゃあ。まあ、このね、設定はまだ生きてますから、このフローをつけて、もう後輩にフローをつけよう。まあ、フローのキャラってね、固定されちゃうと、例えば戦争が起きなくなったり、反乱が起きなくなったり、まあ、いろいろね、問題というかね、まあ、固定化が起きたりするんで、それ対策なのかな？フローの人が何か揉んで起こすみたいな。そこのね、支部。まあ、ああいう人とかのことなんですけど、その不死身ニットのみが長い年月を経ると悪に染まるという可能性があるんで、これを見ているんですけど、まあ、なかなか起きないんでね、ちょっと他この間に見ますか。まあ、変更点、追加点はね最初に見たんで、変更点としては、まあ、これかな。反乱が起きづらくなったり、ゾンビ感染可能性が30から50に上がったりと、あとは、これね、拠点数の基礎の数かな。エルファ1から3、オークは2から4。ドワーフが1から3で、人間が3から5と。人間は拠点を持ちやすいわけですね。で、反乱の発生の規模が小さくなって、で反乱が起きたとき、次の反乱まで、その規模によって、次まで起きる時間が長くなると。いう反乱の変化もあるんで、それをね、次回見ようと思いますけど、何にもないな、別に。お気に入りでちょっと待ってるんですけど。これ、不死のね、王たち。251歳とかですけど。たまに1000歳とかになってするからね、放っとくと。これがどっかで、あ、でも、あ、これかな、闇の力持ってるけど、これじゃないよね。どうだろう。他持ってるかな。毒耐性は多分勝手についたかな。なかなか珍しいけどね。闇の力毒耐性。なんでそんな。あ、いや、こいつ持ってないか。数人持ってんのはなかなか珍しいね。このまあ新しい効果としてね、このガンマ放射線ってのは大きいんですけど、まあ、一応さっきつけたのはこれですね。この二つだけをばらまいたんで、毒耐性とか闇の力は関係ないはずです。ってなると、この辺なのかな？なんかね、勝手に死ぬ的なイベントを期待してましたけど、そうなさそうですかね。まあ、戦い止めてるんで、ここで王が勝手に死んだらなんか、そのね、寿命が長いやつだけを切る何か特殊なイベントかなって思ったけど、まあ、こんな感じかな。まあ、追加としてはね、ここの、前回というかね、このバージョン 0.14 で増えた特性、これを一人じゃなくて後輩に付与できると。これがね、大きな変化ですね。あとは、伝説武器とか、ちょっとハイライトされて、
見やすくなったり、まあ、伝説武器とかのこのシステムも 0.14 で変わってるんで、その補完的な内容でしたね。あとよくわかんないね、このカニ爆弾くらいかな。あと反乱の低下ですね。ゾンビの調整、反乱の調整とかはまあちょっとした微調整で、基本的には 0.14 で増えた要素の、補正系が多かったですね。